お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日何これ？今何時？まず今は1時。で、こう場所は？これ分かるでしょ、ね、今。いや、分からんでしょう。大の上ビルジングで。今日は、はい、仕事が薄くて、はい、まあ、昼からちょっとブラブラして、はい、まあ、飯でも行こうかってなって、まあ、それに YouTube は、はい、完全オフの僕らを見せます。密着っていうことで。密着って言っても僕は飲むだけですもんね。そうそう、ね、仕事しとるか飲むしかない。そうで、電車で来て、はい、2人ともだからどんだけ飲んでも大丈夫、はい、でも免疫なんて来ないですよね、平日来んねん、免疫は。今日、馬勢の人間なんで。そう、ほんと地元、はい、港区とかでしか飲まないですもんね。みんな決まってます？決まってないです。ですよね。ブラブラしますかね。こんな野郎2人のお酒動画見ても誰が見えるんだって話ですけど。俺らからしたら最高っすよ。昼から飲めるし、はい、そう、もうじゃあちょっと好きなように。休みにの昼にこうやって飲むのがいいよ。一番いいですね。まあ飲みすぎるように明日も仕事なんで。はい、行きますか。動画をお楽しみの皆さん、ご視聴ありがとうございます。ちょっとあの宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋でとび職限定の名刺交換会で、これは取引したい人、されたい人っていうかな、元請け、下請け、ちょっといろいろ集めて、すっごい飛び職足りてないんで、やろうと思ってます。詳しくは、概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あと、なお、今後ね、これ、12月過ぎて、今年過ぎても、いつでも、今後これ、定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方は、ぜひ、興味あったら、名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ、外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとか、いろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。懐かしいな、ここの駐車場で昔リュウジ君と、はい、結構みんなで飲んどって喧嘩になって。僕が喧嘩だったんですよ。はい、で僕ボコボコにされて。誰に？リュウジに？違う、知らないやつ。でリュウジ君が相手をボコボコにしたっていう。もう18、19の頃なんで、もう事故っす。免疫で昼から飲むのはどれぐらいぶりですか？あります？免疫で昼から飲むない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 。俺らが若い頃、免疫に飲みに来るとこじゃないもん。免疫こんなにこういうお店なかったもん。あ、そうなんですか。若い頃知らん間にこんなになってるみたいな。店が決まりません。それまでワープします。はい。せーの。やっと飲めるっすね。喉乾いたもん。です。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。うまっ。一番絞りって感じがする。失礼いたします。お待たせいたしました。ホタテが3つにサザエが3つ。もらっていいですか？今日は俺がケンタロウなのかな。したらポテトサラダ、ポテトフライです。ポテトフライをいつものやつやん。もうほんとプライベートになっちゃう。磯臭い。これもう何も焼けんや。それ全部いくよ。これってか足場班が見たらちょっと怒られるかもしれない。なんで怒られるの？え、休みの日買うのほうんじゃん。まあまあまあ、ちゃんと聞いたんですよ。そう、なんか休みたい人おるって、うん、みんな休みたくないって。ほんとすごいな。いや、だからお金ですよ、やっぱり。俺お金もどうでもいいもん。休み、いや、どうでもいいってことはないけど、こういうのはさ、重要だと思う。ああ、ほんと幸せ。仕事を忘れるって幸せ。いや、忘れてないから絶対。そう、忘れない。電話もすごい変わってくるし。え、なんかカメラマンやってるじゃないですか。はい。なんかその足場班に、はい、なんかないんですか、思ってることが。思ってることですか。まあ印象みたいな。印象ですか。はい、やっぱシンプルにやっぱ怖いですよ。どう怖いの？ここだよ。ここだよ。いや、でも話すと本当に全然怖くないよ。でも俺も最初めっちゃ怖そうな人だなと思ったけど。てか、あ、です。久しぶりです。お疲れ様です。ちょっとカメラ回ってますけどいいですか？はちょっとちょっとちょっと。お疲れです。
お茶でも飲みます、うん、お茶でいいよ。はい、お茶でいいよ。お茶でいいです。何でもいいよ。めっちゃ優しい。うん、でも表を出してないから、多分表を見たことあるけど。表表表っていうのは切れた時。切れた時。それ裏の顔だか。そっちが全然見た。あ、そうか、そうか、裏か。そう、それは裏ですよ。裏っすね。で、表にしたらもうそのまんまになる。で、一番誰が怖そうだった。一番誰が怖そう。リュウジだろ。リュウジだろ。喋らんから。俺はなんで普段からもうバンバン喋るじゃん。そうです。でも確かにリュウジさん最初怖いなと思ったんですけど、一番最初に話しかけてくれました。で、次は次に怖い人ですか。トシ君じゃない。いや、トシさんもすぐ話しかけてくれました。一番喋らんのはショウだろ。そうですね、最初ショウさんがやっぱショウとカンタは喋らんじゃん。はい。だけど俺も人見知りだからね、すごい。え？すごい人見知りだよ。本当ですか？うん。だけど喋らんかったら仲良くなれんし、はい、と思ってで喋っていくだけで。後ろから光が差します。注目。ここに注目。うまそう。うまそう。うまい。目の前の子さ、絶対見とる。ユーチューブ。何歳なんですか。ユーチューブ。本当。こんなのこんなに頼んだこれで来たら知ってるって。ああ。取ろ。いいよ、おいでおいで。彼氏いるんですか。彼氏といつも見てた。あ、変わってあげます。私は、え、3人が撮ったの。いつも見てるの。嬉しい。撮るのは自分だけ。お姉さん。私は今来てしまいました。彼氏は現場。へぇ、そうなんですか。これこれな。なんかでも、新しい子も入ってきて、今まで以上にちょっとなんか活気になってきたじゃん。うん、すごいあることない。活気はあります、あります、うん、でまた入ってきた子は できるから、うん、初日でガラス割ってますけどね。それはもういじられといていいじゃん、ガラス、うんうん、だけどあとは俺と松はさ、そんなに戦力じゃ、まあ雰囲気もう変な言い方したんだけど、雰囲気じゃないけど、松も自分でもうさ、ベトナム人連れて行けるようになったし、はいはい、まあ、基本さ、俺はバラシ多いんだよさ。バラシだったらそんなにかかっても、まあ、リュウジも言ってたけど、何も事故もなく終わらせてくれりゃいいし、あと行かなくてもいいっていうし。そうですね。で、だで、あとは竹と岡部。竹はもう他といてもいいじゃん、うん、だから岡部をカンタとショウとリュウジがどこまで育てて、でも行ってこいって言えるようになるのか。ただすごい今活気もあるし楽しいよね、今ね。楽しい、うん、ちょっと今暇になったから人数が増えたで、こういう風にね、時間も空いてさ、今日休みとかになるし、人数増えてなかったら休みなんかないじゃん、平日は基本。俺以上に多分ショーとカンタは楽しいと思うし。なんか今まで飲みに行くのが週1だったんですよ、みんなで。もう今週3、週4だもん。そんな飲まんすけど、でも飲んじゃうんですよね、みんな楽しくなっちゃって。でみんなやっぱ好き同士だもんで、はい、で遅刻したら罰金制度が出たもんで1000円仕事には支障来てきたから。そうっす。またでもその罰金制度のあれで、またじゃあみんなで飯食いに行って親睦を広めるのか、みんなでわーってやるのか、うん、っていう感じになったから。それで飲みにも行けますもんね、うん、その貯まったお金で、うん、あ、そういうことですか。そう、今のところ罰金してる人いるんですか。罰金してる人いるんですか。ケンさんとカンタと俺、次の俺は次で、はい、月間しかないのにもう俺たち食べてるかダメかもしれんけど、もう飲みすぎた。だいぶ飲まれてます、ね、15杯ぐらい飲んでる。グラスがどんどん返ってかんもん。休みの昼間からいつもまだ3時3時まで2時ぐらいだよ。もう帰って寝ますか。いやから
次また違う方のオフとかも行けたらいいで、誰と喋りたいの一番？誰と喋りたい？カンタさんか、リュウジさんか。カンタ君に今日家行きますって。家行きますね。ペコちゃんもいますけど。じゃあちょうどいいや。突撃。突撃になるから、はい、今日行きますって行ってみます、ちょっと。じゃあ、帰りましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。また見てね。